スタイル自体はそんなに変わってないというかあれですけど、はい、やっぱり本当にフィジカルもそうだし、いやこの質的なものもそうだし、やっぱりすごくレベル上がってますよね。はい、やっぱり10代20代の頭でやっぱり J でも出てて試合出てで海外に行っても試合で出てて結果を残してるというのはやっぱりそこがすごく一番成長してるようした要素だと思いますね。はい、なんていうかな、こう本当にこう人と違った部分というか、そこにはすごく、まあ、こだわりをすごく持ってるって感じですよね。はい、自分のこう攻撃のセンスというか、こうあのやりたいことだとかにすごくこだわりを持っていたりとか、そういうところの要求、仲間への要求とか、そういうのはすごくちゃんとはっきりして、はいはい、幸い30名弱そのまあ携わってきて、この J リーガーというかプロの選手をね、はい、今まで和歌山の初芝橋本と含めて、でそういう中でやっぱりある程度は素直な子なんですよね、真面目な子なんですよね、あのプロになった子っていうのは。でもやっぱ彼ももちろんそういうとこはあるんですけど、やっぱ彼はその上を行ってるわけですよね。やっぱりプロなんですけど、海外でも行って海外活躍してる、ましてや今日本代表のね中心とまあ言われてる。それじゃあ素直か真面目かって、それだけじゃなくてやっぱりすごくこだわりを持ってる、うん、やっぱり自分自身を持ってる、素直に話は聞くけどもやっぱり自分の意思もすごく強いとか、そういうとこは今までプロになった子とはちょっと違う、ちょっと違うだ、まあ、だいぶ違いますよね。あ、カタールですか。まあこれはね、僕の望みというか、まあ日本のね国民の望みでしょうけど、やっぱり彼が出て、当然出て、彼が活躍して、やっぱり活躍しないと、彼が活躍するイコール勝ち点だと思うんでね、活躍することが日本代表の勝ち星につながると思うんで、やっぱり出るだけじゃなくて出て活躍してもらうっていうのが多分多分というか僕の望みだし、彼自身は多分そう思ってると思うんですよ。選ばれてよかったとか、試合1試合出てよかったじゃなくて、彼が出て絶対にドイツ代表を倒してやるんだとか、そういう野望は持ってると思うんでね。だから僕はそれより下のね、夢を持っても、期待をしても多分彼は、先生何言ってんので終わると思うんでね。はい。一回、東山のグラウンド来て、はい。なんか実技指導？いや、まあなんか、自主練習っていうか、シュートを打ったりしてるのを見てたって感じです。感想だな。いや、まあ、やっぱプロだなって思いました。頑張ってほしいです。東山の先輩に鎌田大地選手っていうすごい、本当にすごい先輩がいる中で、やっぱ自分もああいう舞台、ああいうワールドカップに選ばれたり、まあ、そういう海外でプレーして活躍されているんで、まあ、自分も海外で活躍したりワールドカップのメンバーに選ばれたりっていうふうな夢であります。それは意識っていう風には別にちょっと違うんですけど、まあ本当にすごいなっていう風に、やっぱ自分はなりたいなっていう風に思ってます。